教えがいが。バイパーって書いてあるんですけどね。悪語バイパー。悪語バイパー。グオサガット。でもやっぱ BP が1万5000超えてるサガットは、それなりに茨の道を突き進んできたサガットなので、ほう、まあやっぱ基本はできてるのかなと。最近ゴブに近いと言われている、この組み合わせですね。お前見てろ、お前これ。フードさんの試合見てろ、お前これ。これね、ゴブだよ。いや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 、バカだな、ほんと。あーね、投げたいよね。足つらいもん。うわー、確かにね、そう、デオも使えるんだけど、場所を考えないと。あー、今のはコンボしたい。コンボしたいな。あそこからコンボできるのか、強えな。できます。うわ、あー、これ美味しい。勝てましたね、今確かに。あー、わかる。そのバック捨てて食らっちゃうのもわかるな。おっとっとっと、確定しました、もちろんね。うわー、なるほど。罪です。中盤振るしかない。このね、やっぱね、サガットがね、フェロンでやっぱきついなと思うのが、ショットをガードさせて、レッカーがかぐっちゃうのがね、やっぱ一番の理由。一番、理由と違うなって、本当明確に、うん、梅さんすごいフェロン戦うまいじゃん、はい。で、それをすごい見てて思ったのが、うん、波動にレッカーかくんねえのいいなって。いやいや、ボンちゃん、こっちレッカーにアパかくっちゃうな。ボンちゃん、ジャックかくんないよね。ジャックかくんないよね。ボンちゃん甘えんな。いや、マイナス4ですよ、そのワード。ボンちゃん甘えんな。うわ、いいね。ガモキャン、ガモキャンっぽい。ガモキャンなんだ。ガモキャン導入してきた。でワンチャンあるな、今。おお、うまい。これな、苦しいよな。うまい。おー、ちょっと恥ずかしい。劣化になってますね。使う。あー、これ安いんだ、これ。これ減り見てください、減り。え、減ってる。え、減った。わー、減った。ちょっと減った。大体一発分ぐらい減ったのかな、今。もうこれはさすがにきついんじゃないか、でも。これはさすがにきついですよ、この状態。まあ、いや、端じゃないからね。あー、来た。あー、出た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 。近寄ってきたよ。どないなってん。いや、まだわからん。あー、きつそう。いや、セビした。今セビしたよ、今。何このフェロ、今セビしてた、今。それじゃ勝てないよ、セビしてたら。あそこでセビするようなフェロじゃ勝てないよ、そりゃ。ディス入りました、ディス。これうまいっすね、いいね、これうまいっすね。食った。今のかくる。マジで早くね、下がった。早くねえよ。お前のキャラと一緒だよ。はい。うわー、あそこから一段目が当たる。これはまずいだろう。振り読まれてる。あー、あそこ正気したいね。おおお、なんだ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 。いや、あれ、いや、いや、あれ落ちません。あれアッパカでは本当は落ちないんだけど、多分遅かったんだよ、ね、セットですか、うん。わお、やるしかない。これはもう EX はアッパカからのフルコンでまくることを考えるべき。やべ、なるほど。いい試合ですね、それにしても。いい試合ですね。うん。うん。ただ本当に五分かのようないい試合です、ね。いや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 。俺これだもん。勝つ材料なかったよな。確かに WCG チャンピオンがね。このフェロンだとさっきセービングしてたから絶対足んないのに。もうこのピーってピーって甘えてピーってやってたから。そんなこんなもんですよ。サガットのショットの減りに意外やねん。意外ね。意外。剣は難しいよな、あのキャラ。対策自体がやっぱ難しい。そうだね。うん。まあなんか。一応全部あるけど、うん、なんか尖ってるところが少ないから。まあ、そうだね。これ弾けましたね。うわー、これでかいっす。あー、それ寄らない方がいい。頭の方がいいっすわ。おお、投げはめ。なんかもうサラッとがぴょんぴょん。ぴょんぴょん。これはただこの組み合わせはこの体力差になっても何ら焦ることがないです。え、本当ですか。実はそんぐらい手なさがある。え、しげえよ。こんだけ体力リードされても攻めてくるの向こうなんですよ。そうなんです。ああ。そう、待てないから。はい、武器が。それいいですね。そうだからこっちは何も変える必要はないです。ただその削っていく過程でアパカを挟んだりすると楽になるよっていう状況に変わるだけで、はいはいはい、なるほどなるほど。じゃあそれを含めると、まあ、かなり、まあ、いけると。まあ、いけなくはないです。いけなくはないと。もちろんいけなくはないです。
それは。俺今のが二段ガードになるからね。でもかくってないですよね。かくんないだろそれ、うん、あれかくったらゲームにならんもん。やっぱ蛇が短いアピールし始めたか今度は。これやっぱね、デオの使い方とか結構大事なんですよね。なるほどなるほど。やっぱ相手に嫌がらせして相手の心を泣かせなきゃいけないから。いやあいい、いやバカ打ったね今のは。させられました今。うわ、いいねいいね。あ、おっと太陽太陽太陽眩しかった。おっとこれはうわー、何をミスった。マジ、うわー今のはぬるいな。ちょっといやちょっとフェーロンさんが、確かにね、ちょっと今のまずいよ、うん、確かに俺も釘を呈さればいけないポイントでしたね。さすがに。うわー、どういうことですか。かなり早めに使いましたね。さすがに出るわ。いやそれちょっとね、連続でイクショット使ってどうなんですか。もったいなくない。まあ結局 EX ショットとか EX2 ってセンスなところあるじゃん。ああ、まあ確かに言いたいことは分かる、うん、まあ別に EX ショット連続で打つのは絶対ダメとは俺は思わないけど。あ、なるほど。うわー潰れた、ゲージ使ったのに。ゲージ使ったのに潰れた。ああかわいそう、さすがにかわいそう、さすがにかわいそうだ。いやまあさすがにね負けないですよフードさん。確かに別にあのキャラ差があるとかそういうことを言いたいんじゃなくて負けませんよ、うん、フードさんは。そうか、フードさんの、ね、フードさんの軽口もさすがにここはどういうところでさせていただきますから。いやオンとオフでダイヤ2個くらい変わっちゃいそうだ。7さんがゴムとか、うん、これでもどうなんだろうね。いやユンがきついのは分かるんだけど、はい、ケイロンきついぞこれ。いやこれはもうほらこれはもう甘いです。ガードしてるの今のもな。いやー甘えてる、すごい、すごい甘えてる。うわっすごい、マステしてるケイロン使ってるのに。ケイロン見てマステしてるケイロン。だからこのステージ水だよな。まあ確かに。うわー追加入っちゃうのかよ。やっぱなー、すげえ駒だ。いろんなステージでやんなきゃダメだよな。ほんとそうっすね、なんとかないとやっぱり、うん、外国でやった時に相手がランダム選ばない確率、うん、あれできないもん。ランダム選んでくる確率だってあれなんて、うん、調整できないし。火山ステージとかもやっぱ結構変わるね。そうっすね、うん確かに。やってます。うわー繋がってまうのかい、手やんない。4バージョン、3バージョンくらい繋がってるからね。やべえ、これきつい。これはどっちがきついんでしょうね。うわーきつい。まだ、あーかわいそう。いやいや、かわいそう。今のまだいけない。これ、オンだとマジ刺しづらいから、うん、いやいや2回ぐらい目の前で使ったけど、うん、いや、ユンもでも来撃者足元狙いたいですもんね。嘘だろ。そんな変わんないだろ、さすがに。いや俺結局この組み合わせ、はい、ユン側が小系ちゃんと使わなきゃダメだと思うんですよ。いや俺でもパターン練習したんですよ、オフラインの前に。レッカに対してレッカに対してやめましたね。なんで。安定しないから。何やろそれ、安定しないだけじゃん。安定しないから、やっぱ常にリスクがあるって思わせた方が、いやもちろんそこから相打ちになっちゃうから、はいはい、あんまり絶対にやった方がいいとは言い切らないけど、うん、まあスパイスはやっぱ混ぜるべきだよね。まあまあまあ攪拌だぞっていうさ、うん、だ必死に俺はあのボタンチェックっていうかあのラグチェックの時に、うん、やるふりしたんですよ。あ、ショーケートン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 って、ショーケーだけでコンボとかやって、フードさん僕やりますよと、はいはいはい、ちょっと あなた劣化2段目出すよ、召した方がいいですよっていうのやって、うん、実戦では1回もやらないっていうプレーをしたんですけど、うん、まあ意味なかったっすね。だって俺なんか俺ねとかっていう感じの流れですよ、俺の場合は。でいざ自分勝てるからね、前提の試合、カノコが、まあ、そうなんだよね。じゃあまず俺を倒すから言ってもらえますか、その理屈とかなっちゃいますからね、俺の場合。なるほど、実践派ってことでよろしいか。実践派ってことで、はい。だからボンちゃんのサラットにこう何回も何回も負けていい勝負だと、いやいやボンちゃん次はやべえとか言って、はい、次はお前死ぬぜって感じなんですけど、まああのオンラインの時に、まあ、3-0 でも勝った時に、いやまあ認めたら追えません今とか言って、さすがにこれはきついっすわってなるんですよね、うん。
見てましたあの持続重ね遊びを見ました、ね、持続重ね遊びからめくりすよ持続重ね遊びむしろあの逆に配信でいっぱい見せようかなと思ったあ、珍しい珍しいそうそうそうヘロがヘロがダンスを取ってるヘロ君あそこのいつも劣化仕込んでんのが俺はかなり評価したいところなんですよ、うん、配信ではちょっと見えないと思うんだけど、うん、もう何でも小足の後ダッシュした後とか全部仕込んでるんですよあ相手が爆睡してもいいよ、はいはいまあ、残念ながら映ってないんだけどその仕込んでる絵面はなるほどあ、開いてこれは終わりましたかね、うんうんまあ、やるしかなそうですね、まあ、難しいところだと思う今のリエにやっぱ2個あるからね確かに取れました5000枚出ましたセミったら注意してくださいオッケー分かりましたいつもと違いチーム勝ち下がりでいこうチーム勝ち下がりでいこうチーム勝ち下がりでいこう他人の負けを喜ぶ、そういう歪んだチーム関係はやめよ。よくないですね。そういうのよくない。よくないですね。実被害がみんなに来るから、これ。うまい。実害。あ、いい引き付け。いい引き付け。怪しい。怪しいから。ターゲットだったらダメだもんな。詰めすぎちゃうか見たいますかあー、いい。お何何なんだ見えないのお願いしまーす。どんまい。ナイスガード。あれはマイナス5だっけ。マイナスした。おいしい。どんまい。すば。うん、どんまい。どんまいです。どんまいでございます。どんまい。どんまい。ダメージ重視。うわー、重たい。もう繋がってる？うまい。繋がったんじゃないかな。結構きつそう。結構きつい可能性がある、ま、待てばいきます相手の動きがかなりスーパーマットです待っても対応できない可能性が高いあ、ドラグ的なおっしゃいいねうわー読み合いこれはギリカットはオッケー体力5分なんじゃないですかうまいなそれ俺もできるようになりたいなそれおしはいはい画面に、うん、カンタナに行きますカンタナに行こう、うん、はい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 これそうですよこれあれさえできればいけるよな俺の介護下手らしいですよどういうことですか俺の介護下手あちょっとどんまいどんまいレッどんまいどんまいやばいやばいどんまいちょっと詰めてるな確かに詰めてますね今の俺負けてもしょうがないんじゃないかな、むしろ何首折りでたの、うん、オッケー何がやられたか始まるおー、うまいいいよいワグラよりうまいね、うん、食ったことあんのか偉いな、うん、負けちゃうよう まいうまいね納豆よりうまいあれ爆っす納豆よりうまい一人で登って5000まで上げとくわいや、なんだその言い方ちょっと心底嫌になっちゃった人みたいな心底嫌になっちゃったうまい一直大パンはいいねこれ、ほら、荒らしこいや時間使えばいけるま時間使えばいける本当にうまいくないの投げ方この技、なんとかしろよ、マジナイス勝利か素晴らしい、しいあのくらいむずいよねあのくらいは対応に困る爆睡してれば受けろ、うん、飛ばれ返ったからああまあそうか確かに読み合いになってるのかないや